ンテコッダ。おっしゃーったー、マスタースーパークシーマー T5F。 はい、どうもこんにちはです。ちょっとオープニング撮る前にもう釣りしたくて釣りしたくてもう釣りしちゃってます。で、今日はちょっとこのスーパークスイマー 95F、 これ新作で釣りしてるんですけど、最近僕も結構このアラバマのワンフック塩で60釣ったりとか、結構ね何個でも結構釣れてて、その釣りをね皆さんに見せたくて今回やってるんで、ぜひ見てください。おっ、食った食ったよ、山ちゃん。うわマジで山ちゃん、化けてる山ちゃん、コナー当てる。やった、またこうなってるわ。やばいやろ。持ってくった山ちゃん。次は取るよ。色の上トータル来ました。スーパークスイマー T5Sの現ますね。突き上げてきたっすね。はい、最近僕が釣れてるリグを紹介していきたいなと思います。で、まずステルセブンにテールスウェイトブレードをつけて、ワンフックアラバマにしてます。で、この先のワンフックのところにつけるのが最近発売になりましたこのスーパークスイマー 95F のリップと、まあ、とこのスーパークスイマー 95SS で、まず初めにスーパークスイマーについてるこのスナップは外してつけてください。これが完成形で、主な使い方なんですけど、基本的にはただ巻きです。僕がここにつけて釣ってたのはこのスーパークスイマー 95S なんですけど、違う場面によってはこっちの 95SS をつけることがあります。で、この違いっていうのはちょっとね説明していきたいんですけど、これねまた僕もびっくりしたんですけど、使っててこの 95F のリップ付きをここにつけると、このねスーパークスイマーの動きがねちょっと抑えられるんですよ。抑えられることによってちょっと微波動的な動きになって食わせれるっていうのがこのリップ付きの方になります。で、こっちの 95SS の方をつけるとめちゃめちゃしっかりとしたもともとのスーパークスイマーの動きでブワーって来てくれるんで、こっちの場合は濁ってる場合とか、あとはもう風が強いとか、そういった場合はこっちのアピール力を増すっていう意味でこっちを使います。まあ、そういったちょっと使い分けで狙っていってやってます。出るかな、
できた。やばい、ゲットが後ろやった。オッケー、2本目色を変えてきました。これはゴーストアイス、反応ちょっとなかったんで、ね、ゴーストアイス変えたら一発です。おっ、食った、やばい。今日1日、今日はね、何個で、まあ、このワンフックアラババのに新作のスーパークスイマー 95F を巻いて、結構僕的にはね楽しい釣りをできて、結構いい魚も取れてめちゃめちゃ良かったんで、これから多分こういう釣りがより良くなってくると思うんで、ぜひ皆様ね、このワンフックアラババやっていただければなと思ってます。あとはこういう95F 単体でも、その結構使うタイミング、ここからまだトップ出ると思うんで、ぜひ店頭で並んでるとこ見たら手に取っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。